では始めます。分類する、まあ、カテゴライズするということということで発表いたします。で、名前が大戸です。で、社名公開交渉しましたが NG だったので伏せておきます。で、過去形ですがデータマイングとか言ってました。で、数学でサブグラフ時計問題やってます。で、ちょっと成果ですがファーストページに出たのでちょっと嬉しいなと思ってます。よし、お断りです。今回かなり緩いです。また数学成分少ないです。まあ、キートとかで検索してもらえれば結構いい記事がいろいろあるので、私はあえてそっちの方向に踏み出さないという選択をしてみました。概要です。分類には申請が必要になります。まあ、先ほど のベイズもそんな感じのところがありますので、まあ、ちょっと近いかなと僕そういうのにしてます。で、申請の使い方についてちょっと話をします。で、分類とはこれウィキペディアから持ってきたものです。ここにちゃんと書いてあります。ある特定の観点から分けられた便宜的なものに過ぎずという、ちょっと色が抜けてますね。まあ仕方がない、そこを赤で書いてます。あ、こっちは色ついてますね。すみません、なんで色がついたりつかなかったりするのか分からんですけど。で、分類でちょっと上げてみました。で、これが廿日市市民図書館のちょっと萌え系のものだったので見つけてきました。これはもうすでに図書館分類受信分類法という図書館学をやってる人だったらおなじみの分類なんですけれども、まあ規定でこういうところにこういう本を置きましょうという規則ですね。そういう形で分類したものです。で、次、日本酒でもやっぱり分類っていうのが行われてまして、香りの高さ低さ味が若々しい濃厚という形で軸を作ってカテゴライズされています。で、ここで注目すべきなのが特徴量という観点で見ますと、まあ、特徴ベクトルがありまして、香りの高さ低さで味の濃厚質さというところの特徴量になりますね。で、またここがそのまま距離がリジドになっていく、リジドとの、まあ、逆といいますか距離が定義されていますので、そこで適当な分類器を入れることによって、まあ、カテゴライズもできてしまうという形です。あとちょっとネットを検索していくとこんな面白い例がありましたので紹介します。こういう分類軸をどう設定するかというのは結構研究者のセンスになってきますので面白いなと思っています。で、あと階層クラスタリングという方法で、まあ、ゲトジットを紹介します。で、クジラの類が実は魚ではなくて哺乳類であるということは、まあ、皆さんご存知だと思うんですけれども、ちょっと検索してみているとグーテン目に入るらしいです。で、今までは骨を中心とする形による分類でしたので、まあ、グーテン目の端っこにいるような形で分類されていました。しかし最近なんですけれども、遺伝子の比較を組み合わせることによって実は皮に近いということが分かってきました。で、あ、ちょっと待ってください。このように分類基準って結構変化していきます。で、最初魚かなと思われてたものが胎盤があるということで哺乳類、そしてグーテン目へ行ってカバの塩類である、アルイエであるということが分かってきました。まあ、多くの人が納得する分類基準であれば良いかなというふうに思われます。と思っていたら、実は分類地区って人によって違います。 CM ってコマーシャルって迷惑なものかなと思う人はそれなりにいると思うんですけれども、昔ビデオレコーダーに CM カットという機能がありました。でも実は今はないんですよ。これは、まあ、チャプターの自動認識という機能に置き換えられてまして、まあ、チャプターは CM を切り出しているわけではないという説明になっているようです。で、同様に、まあ、番組制作者側というか CM を作っている人は、まあ、見てもらいたいということで、まあ、価値が CM の方に寄ってると思いますし、またアイドルを追っかけてる人なんかはそのアイドルが出てる CM を追っかけたいということがあると思いますので、やっぱり価値がその人それぞれによって違うかなと思います。さて、次です。申請の使い方にちょっと
についてちょっと話をしていきます。神聖というのを全く考えなくても別に問題ないよという話があったり、あと直接に、まあ、積極的に関わることによって関わろうというもの、そしてまあちょっとまあそれらの融合というかいいとこ取りを取るするようなアプローチというのがあると思います。データが素直な時、これはまあデータがあの有名なあのリリックス、アイリスか、アイリスデータです。でデータが素直な時、まあ、データが連続値であったりとか、データ間の距離がゆっくりと距離、またデータの分布が画素分布に近いような時っていうのは統計手法が有効ですので、まああんまり考えなくてそこら辺にあるものを使ってやるとまあそれなりに出てしまうという話になります。で次、大量データで押し切るという最近流行りのディープラーニングですね、というのもがあります。でここではあのこの、まあ、情報空間といいますか、あの特徴量で取った時の、 あの、まあ、性質が良いものの場合こういうふうに出るんですけれども、ここが視線形になっているようなものというのが、まあ、簡単には分離できないので、それを、まあ、大量のデータでこういう分離面を作ってしまおう、学習させてしまおうというあのアプローチです。でそれがゆえに、まあ、学習が可能な、これは、まあ、コンピューターの能力として学習可能というわけではなくて、あの全てのそういう状態を、まあ、説明できるだけのデータ、まあ、量もそうですしバラエティもそうです、そういったものが必要になってきます。で、まあ、大量データで押し切るということで、あのまあ有名なものとして Google キャットがありますね。で次、直接関わる、これはあの対象データの特徴量をかなり特徴をあの積極的に使うものです。まあ一般的には類似文書の分類なんかの場合はバグオブワーズ使えば、まあ、それなりに特徴量取れるよねとか、コサイン類似度を使えばいいよねというのが、まあ、一般的に言われてたりしますので、それを使ってみるとか、もうちょっと問題によってあのそれなりにあのそれ用の特徴量を使ったりします。でちょっとここには書けなかったんですけれども、まあ、ちょっと仕事の方で使ってた例としては、あの会計データ、まあ伝票データですね、伝票データをちょっと使ったことがあったんですけれども、これはあの特徴量としてバグオブワードを使うわけにいかないですし、またそれの、 あの伝票間の距離というのも単純なコサイン類似等で測るのもちょっと違うなということで、あの攻めないといけないなっていうものもありました。で、まあ、申請の使い方で面白い例がちょっとありまして、これがあの最近あの一部の業界で話題になっているベーカリースキャンというものです。これは、まあ、トレーの上にパンを置いたときにそれのパンを自動判別して価格を出すというものです。ただあのパン同士がくっついてしまうこともありますので、それを、まあ、ユーザーの方がちょっと分けてあげるというような、まあ、ちょっとした手助けをすることによって、まあ、あの実用的なものができたという、これが面白いなと思っています。ちょっとまとめますというか、あの数学成分を出したかったのでこういうことを考えてみました。大量データ、まあ、大量データで押し切るというのは集合の外縁的定義であると考えられます。つまりこの例、このこれこれこれということで、あの全ての情報、まあ、説明できる限りのデータを揃えることによって、それを、まあ、ルールを分類器で推測してもらうという手法です。で一方、直接関わるという方は、あの集合の内包的定義である、これは、まあ、このデータをこういう、性質を持っているよというふうに定義することによって、まあ、扱うというものになります。では次、ちょっとまとめます。で大量データで押し切る方の、良いところ、対象データの内容によらず汎用的に使える、申請が減る、また簡単に認識が上げられるというのあの利点があります。欠点としましては、いろんな種類のデータが大量に必要になります。でまた分類器の学習に大量の計算量がかかります。で、まあ一般的には分類方法がブラックボックスと言われています。最近その中間層でどういうふうに動いていくかというのが解析されるようになってきてますので、そこら辺は
まあ、早晩解決されるかもしれません。で、調整が全く必要ではないかというと、そういうわけではなくて、いろいろなまあ、中間層の数であるとか、そういう濃度の数であるとか、学習の速度であるとか、どれだけの中間層を落としていくのかとか、そういう細かいところ、いわゆるメタパラメーターの調整が実は必要になってきます。とはいうものの、まあ、十分な量のデータがあれば、これは結構有用かなと思われます。次、対象データの特徴を使う方です。これは、まあ、学習データは少量で OK になります。また小さい計算量で動きます。で、分類方法の中身も分かります。まあ、例えば、ランダムフォレストで分類するような場合であれば、どういうふうに決定目があるのかとか、その要素がどれだけ関わってくるのかというのが、まあ、一目瞭然で分かってきますので、まあ、さっき の, ディープラーニングをバカ正直に使うよりも、まあ、気持ちが楽かなというところがあります。あと、まあ、欠点といいますか、ここが重要なんですけど、特徴量や類似度の定義、分離の選択が必要になってきます。で、またどう定義するかによって結構申請が入ってきます。で、みんなが納得いくような申請を、まあ、申請なら問題ないはずですので、まあ、最終的に使えるものであれば OK と考えます。で、まあ、その、まあ、いいとこ取りをするものとして、対象データを一回特徴量に分けた後で、まあ、それをうまくパラメータ調整をニューラルネットの方でやってしまおう、まあ、出力の一番最終段階で SVN か SVM を使ったりとか、コンボリューションネットワークを使ったりとかして適当なパラメータ調整を行うというのが、まあ、いいとこ取りかなと考えます。まとめです。分類には申請がどうしても必要になります。ただ申請の使い方として考えなくてもいいという選択肢もあります。また積極的に関わることによって、まあ、速度のや計算量のデータ量を少なくしたりとか、計算量を少なくしたりというメリットを出していくという方法もあります。またそれらの、まあ、大量データで押し切るところをうまく少量かつ、まあ、パラメータの調整が いらないような申請をちょっと少なくするような方法ということで、いいとこ取りをする方法もあります。まあ、そういうわけで申請を、まあ、積極的に味方につけましょうということで、今回の発表を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございます。先生、先輩、ありがとうございました。質問ありますでしょうか。いいですか。申請っていうと、でその最初からその、まあ、こういう感じの分離になるだろうとか言っても、結構その主観というか先入観とかが結構入ってきちゃうと思って、はい、そういうのそうですね、申請、まあ、先入観をある程度入れないとデータの解析自体もできないというところになってきます。ただそれが多くの人が、まあ、その納得できれば、まあ、それでいいのかなとか、あと、まあ、ここにもちょっと載っけたように、まあ、実用性があればそれで OK だよねというところが、まあ、答えかなと思っています。ありがとうございます。はい、質問ありますでしょうか。はい、それでは、はい、ありがとうございました。はい、じゃあ最後のスピーチ。